あの資材置き場の担当者が言ってたオルゴールってこれかな。かなり錆びてるけど。死体。持ち主はこのアンドロイドでしょうか。様子からしてだいぶ前に亡くなったみたいですけど。とにかくこの箱を担当者に届けよう。じゃあ、ちょっとついてきてくれ。ほら、あそこに敵が見えるだろ？あいつとの戦闘データを取りたいんだよ。では、さらなる科学の発展のために、いざ戦いたまえ！
依頼されていた目的を達成。されていた目的を達成。されていた目的を達成。
的を達成。レジスタンスキャンプに書かれていた数列を座標に変換するとこの辺りになるはずなんですが、9S。
この機械生命体の解析を。え、どうしてですか。ちょっと気になることを言ってたから。解析完了。当該機械生命体は仲間を破壊されている。その怨恨を理由にレジスタンスの男性をここに呼び出し、最終的に破壊した模様。機械生命体が復讐した。そんな複雑な概念を持っているなんてちょっと考えづらいですが。この遺体はレジスタンスキャンプで依頼された探し人でしょうか。メモリを調べてみましょう。この人も復讐のためにここに来たんですね。そして弱い方が殺された。今回の件、依頼人の女性に報告するの気が重いですね。真実を知ったからには言わないと。それがどんな真実でも。いや、はっ。
告。アクセスポイントからメール受信。
いかがでしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。